しよっけ。うまくない、ねえねえ、うまくなった私ちょっとは。パパママ見てみたいな、ちょっとそういう感覚ないけど、パパママねえねえ、あたちうまくなった。前回まで赤ちゃんだったけど、ちょっとは大人。はいはい、よいしょい。もうさっきからなんか君のことすごい引いてる私。はい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 、パパママ見てる、パパママ見てる、オッケー、引いた引いた、あやばい、引く、あー楽しい。え、幼稚園には入園した、あよかった、あやっと多分二足歩行ぐらいできたかな、そろそろ。いや、よかった。え、繁盛パパに見てもパパーっつって初対面なのにパパパ、あ熟練度アップだって、な、何の話、ちょ一旦やめるにしとか、どんぐらい結構活躍、見て4人もほら私引き殺したよ、すごくね、は繁盛、繁盛パパ、繁盛パパ、私ここまでパパのおかげで強くなった、パパ見てるって。話したこともないのに、いや、あの繁盛さんという方の動画、あの上手くなりたい人がいたら、あの繁盛さんという方の動画を見るとローラーは上手くなります。はい、本当に私のパパです。はい、ありがとうございます。いやー、あパパ活、確かこれが本当のパパ活。繁盛さん、あれ繁盛さんってあれでしたっけ、加藤さんのご友人の方でしたっけ、あ結婚式でいたっけ、いた気がする、なんかそれ名前見たことあったんだよ、あだからか、私配信見ないのに普段あんまり。だからか、あそうそう、ご友人の方だ、えすごいすごい上手なんですよ、ローラーはすごく、ありがとうございます、ご参考にさせていただいてます、確かに結婚式出てたよって。みんなの方が覚えてる。やばい、もうあの頃の私はもう仕事を辞めるか辞めないかで迷ってた時期で、あの繁盛さんか、でもいや、あの YouTube がね、繁盛ってあれなんだよ、英語なんだよ、繁盛、繁盛なんだっけ、ゲーミングだかなんだかちょっと忘れちゃったけど、最初よくひらがな繁盛さんだと思わなかった。繁盛うざいの。繁盛うざい。やばい、でもそのうぜえ繁盛に向かって私会ったこともないのにさ、ログにパパ繁盛パパありがとうねって言ってるんだけど、私の方がうぜえしきめえかもしれない。ごめん遊ばせ、ごめん、すいませんね、本当にもううつ病なんでちょっと勘弁してください、ごめんなさい繁盛さん、本当に申し訳、あただ本当にあのありがたいことにすごい参考になります、はい、すいません、変な絡みして、あーうちあいあい二人もいるのはちょっとずるいね、ダメだ、今引けたらかっこよかったね。逃げ場がなかった、ちゃんと乗っとくの大事な